ここのスタジオ、はい、昨日一昨日ぐらいオープンで、はい、僕らのスタジオなんですけど、はい、まだボーカルブース誰も入ってないんですよ。で、できたらちょっと、はい、アイさんに軽く鼻歌な感じでもいいんで、はい、歌ってる様子を撮らせてもらえたら嬉しい。いやいや、もう全然いいんですか。いいっすか。全然いいんですか。いいっすか。全然いいんですか。いいっすか。ありがとうございます。よかった。いいの、一人目。お願いします。いや、もう記念すべき一人目、アイさんやってもらえる。これ以上、これ以上はないんで、ほんと。いやいや、全然嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ちょっと待ってね。ちょっと一回冷静に、トリさん、自分のビートに今からこう、なんか、アイさんが蓋を乗っけてくれるっていう、はい、めっちゃ今俺ドキドキしてるんです。僕の顔を見てもらえれば言葉発する必要ないと思うんですけど、もう、はい、はい、はい、言葉になんないっす。言葉になんないっすっていうか、ちょっと、はい、ごめんなさい、本当やばいっす。すいません、水差しましたね。はい、もう10分。はい、でもあんまそんな期待しないでください。もうトラックが最高だから。もう全然鼻歌でいいんで、ね、もう、いや全然。すごい僕らの記念になるんで、本当ありがとうございます。いや、もう私もいい記念になりますね、こんな。次のアルバムはもう、決まったね、次のアルバムの。一生懸命ビートは作りますんで、ぜひ、本当最高。お願いします。それ、あれですか、次の決まったねって、可能性は期待しててもいいんですか。いやいや、可能性はっていうか、もうね、もう全然もう、私よりもう先に海外に行ってらっしゃるから、いや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 、ここはもう行ってますから、もう本当に見習わないと、いやもう僕は一生懸命作曲しますんで、いずれトリルのビートでアイちゃん歌ってもらって世界を取れたらやばい。いやもう本当にもうそれ超夢だな。あ、入ってみていいんですか。はい、お願いします。すいません、いつも使ってあるボーカルブースからしたらほんまに、ボーカル入ってもたんで、はい、こうやってたらあれですね。はい、この距離感が好きかもしれない。どうですか今の気持ちは。いや最高っすね、嬉しい。一回中入りますね。中入ってください。もうすごいよこれは。いやー、明日ありがとうございます。え、ありがとうございます。え、ちょっと、すごいバッチリです、ありがとうございます。いやいや、すいません、何も、ただ楽しんで探り探り。いや、もうそれでバッチリ。本当ですか、ちょっと恥ずかしいんですけど。感動しました。いや、ごめんなさい、俺、アイちゃんやんなとか。いやいや、後ろからやりたくなっちゃう。いやすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、全然すいません、全然。やっぱ愛ちゃん最高やね、いつもいつあっても最高の人柄で最高の歌姫です。ありがとうございます。ビート、あ、これこれもニュース見ました。あ、ニュース本当。はい、見ました。後でちょっと話。あ、本当ですか、すいません、もう言っちゃって。あ、でもいいです、大丈夫です、言ってください。でもニュースで見たのはね。おー、え、その見た番組とかって。あの男の子がなんかその家にいながら絵を描いてこれのっていうやつを見ましたね。あ、テレビで。はい、まずニュース。あ、じゃあ最後に5分だけちょっと YouTube で、はい、お願いしたいんですけど。もちろん。あ、来てきて。で、先ほど NTS で、はい、はいはい、こちらの作品見られたって、はい、で若い子が描いてるって聞いたんですけど、はい、彼も、はい、僕らの仲間で一緒にスタジオを開けたメンバーで、はい、ちょうど今日いたんで、はい、紹介したくて、ソラって言います。あれ、はい、そうでしたっけ、すいません、マスクテレビの印象が出て、そう、印象がちょっと違いますよね。そうですね、あの時とはちょっと少しだけ、一瞬で垢抜けたんです。いやいや、すいません、どうも、お願いします。
手がつくか。いや、最高ですよ。もう他のやつもあのテレビで見ましたけど、はい、本当ですか。すごいですね。ありがとうございます。どういう感情でこんなものができるんだろうっていうのがすごい。もうしかも実は書き始めたんが去年の2月から iPad で、ですね、はい、コロナで暇やったんで、あ、そうそうそう、そう前から絵は描いてたんですけどね。それもびっくりですね。あ、そんながっつり見てくれたんですね。見ました見ました、全部見ました。最高やん。ありがとうございます。いや、ほんとすごい。それでですね、はい、あの今日愛ちゃんが来てくれはるってことで、はい、彼あのさっき 2,3 時間前に、はい、あの急いでちょっと愛ちゃんのために絵を描いたんで、はい、よかったら。うわうわ、ちょっとまだ途中なんです。マジで。まだ途中で、あのさらに細かく10時間ぐらいかかるんですけど。最高じゃん。もうちょっと急いで描いたんで。もう彼も最高じゃないですか。よかったら見てみてください。全てが本当、なんかもういい出会いすぎて、もう本当にありがとうございます。めっちゃありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。いいですかね。うん、今、はい、めっちゃシンプルになっちゃってますけど。うわうわうわ、ほんともうちょっとあと、すごい、はい、気に入っていただけたらもうちょっと書いて、すごいじゃないですか、はい、彼こっからこっからいろいろこう、はい、あのこっから10時間ぐらいかけていろいろやるんで、すごい。これをささっとやったんですか。はい、さっきこれやばくない。これ何見てこれだったんですか。あ、まあもう写真を見させていただいて、はい、すごい。もし気に入っていただけたらな、ちゃんと完成して、はい、あのまた送らせてもらって、はい、あのこんな感じで作って送るんで。マジですか。ぜひちょっと、もうそれもなんかマジで今度お願いします。本当に、じゃあ勝手に送らせてもらいます、作品で。はい、はい、すいません、ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。2人で写真とか、ぜひまたなんか一緒に曲やれることを。いや、お願いします。これカメラの次のアルバム、まあ、これの出る次のやつが本当になんかちょっと哀愁系にしたくて。そうです。今回だってもうすぐです。2月23日に。そうです。これが出た次のアルバムです。お、哀愁系なんですか。哀愁系で、もう全部、うん、まあ、あの泣くっていう、なんか暗いみたいな。取れる次は哀愁アルバムを出そうとしてはねんで、はい、バッチリやん。お願いします。お願いします。もう今みたいな雰囲気。はい、はい、あの作りまくるんで。いやー、はい、最高っす。はい、2月23日に次のアルバム出るから、次の話をしてるんで、はいはい、2月23日のあのアルバム、ドリームをちゃんとチェックしてください。ありがとうございます。スリーワン、いきます。スリーツーワン、もう一枚いきますね。OK、スリーツーワン、もう一枚。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、通知よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Peace.